アイテム番号 SCP-216JP。 オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコル SCP-216JP はサイト8181の標準収容ロッカーに収容します。実験には複製物を使用してください。ただし複製物の作成にはサイト管理者の許可が必要です。許可された実験以外で SCP-216JP の内容を閲覧することは禁止します。説明。 SCP-216JP は20年に民間企業から出版された自己啓発セミナーのパンフレットです。A5 サイズ。全20ページのフルカラー印刷であり、中央でホチキス留めされた構造になっています。内容は一般的な自己啓発セミナーの宣伝冊子であり、冒頭の記事は次の文から始まります。タブーなんてない、やってはいけないことなんて存在しません。何にでも挑戦することから、あなたの人生は始まるのです。SCP-216JP の特異性は、その冒頭の記事の内容を読んだ人物に発生します。SCP-216JP を読んだ人物はその後の生活において、ある事柄を、やってはいけない、と考えた際に、しかしやってみたい、という強い衝動に襲われるようになります。行動の結果として致命的な怪我や社会的地位の損失、多大な損害などが予想される場合であっても、対象は衝動に抗うことができず、やってはいけないことを実行します。ただし衝動は突発的なものであり、外的要因に阻害された場合や、長期的計画が必要な場合は、達成前に衝動は消失します。衝動に駆られた理由について対象は一様に、それがいいアイデアだと思った、そうすることが面白いと思った、など、強制的なものではなく肯定的な意思のもとで行ったことを証言しています。影響は永続的であり、記憶処理は効果がありません。これは SCP-216JP が対象の人格や性格に対する変化をもたらしていることを示唆しています。SCP-216JP は印刷部数と配布先の管理が徹底されていたため、正式に発行された全数を回収または破棄を確認することに成功しました。また聞き取り調査の結果、管理外の複製も作成されていませんでした。通常、このような配布物は全数の回収が大変困難であり、本件は非常に稀で幸運な事例であったことに留意してください。SCP-216JP を出版した社の出版責任者は SCP-216JP の内容を読んでおらず、執筆は外部のフリーライターに、ネガティブな奴らがポジティブになれる、死ぬほど面白い記事を書いておけ、と依頼したと供述しています。フリーライターは現在、所在不明です。記事の協賛として、エンターテインメント&エンタープライズ、社の名前が記載されており、SCP-92JP などとの関連性を含めた調査が継続中です。記事の末尾には、E&E 社の次のコメントが掲載されています。一度きりの人生、楽しまなきゃ損じゃない。レッツ、エキサイティング。自己事例 216JP、1、20、年、月、日。対象、セミナー参加者、35歳、会社員。事例、職場にて上司の喉をボールペンで一つし重傷を負わせた。結果、社会的地位と財産を喪失。いつかやってやりたかったが、ついつい本当にやってしまった。と供述。自己事例 216JP、2、20、年、月、日。対象、セミナー参加者の家族、17歳、高校生、事例、編集済み、社会通念上問題のある行為を友人に撮影させ、写真をインターネット上に公開。結果、個人情報の漏出及び就職の内定取り消し、面白いと思い受け狙いでやった、と供述。
事故事例 216JP3、20、年、月、日。対象、セミナー参加者、42歳、無職、事例、自身の右目を包丁で摘出。結果、右目失明、新しい人生が見つかるかと思った、と供述。実験ログ216JP1、20、年、月、日。対象、B クラス職員、B、216JP1、方法、SCP-216JP の白黒コピーに暴露させる。結果、SCP-216JP の影響は現れなかった。分析、文章ではなくカラー情報を含めた記事そのものに特異性があることが判明。実験ログ216JP2、20、年、月、日。対象、B クラス職員、B、216JP1、方法、SCP-216JP のカラーコピーに暴露させる。結果、SCP-216JP の影響が発現。分析、カラーコピーで SCP-216JP は拡散する。複製の作成は厳密に管理すること。実験ログ216JP3、20、年、月、日。対象、B クラス職員、B、216JP1、方法、実験室の換気口を示し、その換気口は外部に通じているが、脱走しようとした場合、直ちに射殺する、と伝える。結果、数秒の思案の後、換気口へ向かって走り出した。停止命令には従わなかったが、換気口の格子が破壊不能だと知ると逃走を諦めた。その後のインタビューでは、可能性があるならばやってみる価値はあると思ったが、やはり無理だと考え直した。と供述、分析。衝動は一時的なものであり、数分間対象を拘束することで行動を抑止できる。事故事例 216JP、20、年、月、日。対象、B クラス職員、B、216JP、1、事例、サイト、8181の男性用トイレにて、編集済み、結果、歴史、蘇生失敗によりインタビュー不可、補足、おそらくまた、死ぬかもしれないがやってみる価値はある、と考えたのだろう。被験者は実験終了後も監視を怠らないよう措置を講ずること。事故事例 216JP、20、年、月、日。対象、財団職員、研究員、実験中に SCP-216JP を取り落とし、拾おうとした際に暴露。事例、SCP-JP を解放。結果、収容違反により職員3名が死亡、12名が負傷。研究員は右足切断、左手前指欠損、内臓一部損傷、その他負傷箇所多数。それが財団のためになると思って、いや、それは嘘だ。そんなことを実際にやったらどうなってしまうのだろうと、ただワクワクしてやった、と供述。事故事例 216JP、20、年、月、日。対象、財団職員、研究員、財団病院施設に入院中。事例、病室からの逃走を試みた。結果、関節を外し骨を砕くことで安全帯、拘束具を兼ねる、から脱出。脚部を太さ6センチメートルの紐状にねじることで換気ダクト内に侵入し、腹部まで侵入した時点で内臓破裂により死亡。発見時の、研究員の全長は3メートルに達していた。